はい、どうも。ラグかったんでね、ちょっと枠取り直しました。よいしょ。枠取り直しでございます。今日は2019年3月の20日、19時43分です。治ったかな？治ったね。大丈夫だね。はい、わだつ、みんな。大丈夫だよね。ラグくないよね。お疲れ様。はい、じゃあ、まったりやりましょう。多分ね、俺がね、アプリのダウンロードとかを、さっきやっちゃったからね、ラグだったんだと思うんだよね。多分今直ってるはずですね。大丈夫でしょう？問題なさそうでしょう？コメントラグないでしょう？そうなんだよね。ここにコメントが出るからみんなが表示されるのどれくらいの時間のラグがあるかっていうのがわかるんだよね。直ったでしょう？じゃあこれでまったりやっていこうか。なさそうだよね。大丈夫だよね。OK。いやあ、面白い。ですです。映画の脚本書かねえとな。映画の脚本。結構大変なんだよ。文章を書くのが苦手なのに脚本書かないといけない。だからね、脚本家も欲しい。今後映画作るんなら。本当に脚本家もいないとダメ。脚本をちゃんと作れる人がいないと。あのさ、脚本と映画監督って別の仕事だっていうことって意外と分かってない人っているじゃん。映画監督が物語書いてると思ってる人って結構いるからね。映画監督ってそこが実は仕事じゃないんだよね。もちろん兼任してやる人もいるんだけど、俺はね、文章を書くの苦手だからね、原案はやってもいいかもしんないけど、脚本家は向いてない。完全に別物。だから小説家とかに近いんだよね。物書きに近い。本来は別なんだけど、まあでも監督もやりつつ脚本も書く人もいるから、だから今回それが大変なんだよね。だからそう考えると監督とは何なのかだよね。監督とは。取り仕切る人っつうか、物を作って全体を構成する人なんだよね、実は。なんか俺もその辺ないがしろっつうか、漠然としたイメージだったけど、内部に関わっていくとよくわかるよね。自分で作ろうっていう風にやってみると、想像してた部分と現実は全然違うっていう。最終的な作品を仕上げるための工程とか手順とか頭に入れて全体的なバランスを取る人なの。バランサーなんだろうな、多分な。ものづくりの。映画作ってるよ。作ってるよ。めちゃめちゃ作ってるよ。今日も会議で、さっき会議が終わって帰ってきたところだね。作ってる作ってる。っていうか映画作ってるかどうかっつうよりも、もう毎日それで。こんばんは、スーパークリックさん。こんばんは。めちゃめちゃ作ってますね。っていうかそれしかやってない、ほとんど。スーパークリークさんってあれだよね、いろんなところに行くよね。なんかいろんなところで見る。
そういえば和道さん、犬堂監督と同い年、34になるね、俺は。そうだよね、スーパークリックさん、結構ネットいろんなところ見るよね。ドレさんの枠によくいるっていうイメージだね。はい、ボンはどつ。ボンって車の免許持ってんの？ボン、車の運転ってできるの？車の運転できる人もう一人いると楽になるんだよね。スタッフさんで持ってるの？運転できるの？運転できるの？できる？あ、持ってるんだ。運転はできるの？ペーパーじゃない。オートマ限定か。ハイエースってオートマだったっけな。そうそう、それもね、ちょっと会議の後に話したんだよね。そのロケハン行く時にどうするかっていう。ロケハンの時もそうだし、あの演者が大移動するわけだから、15人ぐらい車に乗って移動するからさ。ハイエースオート、じゃあハイエース行けるかもね、もしかしたら。でもでかい車だからちょっと特殊だよね。運転こなれてないとできないよね。そう、うん。はい、カツオさんはどつ。ゴールド一発取り消しはでかいね。千葉県民運転荒いかんな。千葉県民運転荒いんだよ。地元のやつとか運転荒いもん。はい、こんばんは、土下さん。15人なら大型。うん、ね、2台3台で動く。機材の搬入もあるから。だからハイエースがマックス10人乗りでしょ確か。だから演者さん15人で乗る、配信者の移動用、演者さん用とスタッフ用の車を用意しないといけなくて、まあロケに行くこと多分そんなにないと思うけど。フォードのエクスプロ、あ、大きい車行けるんだ。じゃもしかしたらボン頼むかもしんないわ。地方行くとき、ロケバス。もしかしたらお願いするかもしんない。ハイエースはね、なんか10人乗りのハイエースが普通車であるらしいよ。うん。あるらしい。あ、でも、ボン運転できるの、ありがてえな、ちょっと。あ、そうだ。あ、聞かないといけないこと忘れてた。あ、マジだ。10人乗りって普通免許で運転どうなんだろう。ちょっと検索してみる。なんか匠さんそう言ってたけどな。乗り、免許、もう書いてあるね。10人乗り OK って書いてある。いや、できるって書いてあるよ。うん、いや、いけるってよ。ほら、10人乗れるハイエースワゴンは普通免許で運転可能。ハイエースワゴン基礎情報。できるってよ。だからできんじゃないの。できるって書いてあるってことは。いけるんでしょ。
トヨタハイエースワゴンは10人乗れる普通免許で運転可能な乗用車ですって。いけるって。ただね、これ高いんだよ。2万ぐらいなんだって。ワンデイ2万とかするんだって。そうで、これ2台借りないといけないから、まずそれで4万かかるでしょ。で、ガソリン代と交通費込みで1万5000円だとして、3万、7万かかるでしょ。だから移動するだけで7万飛ぶんだよね。ガス代、高速代。で、今度、地方のロケ先でのフィルムコミッションでお金払わないといけないから、多分ね、そのワンシーン撮るだけで30万ぐらいぶっ飛ぶね。で、ロケ弁とかに全部で3万ぐらいかかるから、だから、まあ、35万ぐらいかかるよ。35万ぐらい飛ぶ、そこで。だったら都内で35万ね、35万つか2、30万でレンタルで 近場でセット借りるのか。なんかその地方の方は安いのよ。茨城とか千葉とか栃木とかのフィルムコミッションは安いのね。10万とか15万とかで借りられて、広いところとかあるんだけど、結局移動代と高速代とか考えたり、あと今度発電機とかもレンタルしないといけないの。だから結局都内と変わらない値段になるっていう。だからロケーションを撮るのか、要は風景の綺麗さを撮るのか、利便性を撮るのか。プチ旅行だよね。まあ配信者が出るから、まあプチ旅行っていう感じで、綺麗なロケーションを選ぶんだったら、ワンシーンそういうのも入れてもいいのかなとか思うけど。完成まではね、大体、いや、スケジュール通りだったね。今日ミーティングで話したんだけど、スケジュールは余裕持たせてる通りだったね。今日話し合ったんだけど。これが会議の内容で。大丈夫だよ。2020年に間に合うように作ってるよ。まあ、順調っちゃ順調だけど、まあ、どうなるかだね。このスケジューリングが。まあ、その会議でも話し合ったんだけど、結局お金と人なんだよね。お金と人と脚本。台本の URL 貼っていいよ。台本の完成が4月の末。で、オーディション、役者の演者のオーディションが4月の前半。いや、セゴロ終わってすぐやる。セゴロ終わってすぐオーディションが開催されて、で、4月の末に脚本完成のスケジュール。そういう感じかな。いいね。ありがとう。で、8月と9月は、俺とよし君とかスタッフはロケハン。要は、今言ってるその、ロケ地をどうするのかっていうロケハンに入って、スタッフはロケハン、8月、9月は。で、演者さん側は、8月、9月に練習。要は、週に1回とか土日に集まって、稽古。演技の稽古。で、11月から2月末までが撮影。で、2月末まで。今のところこのスケジュールで動く感じになりました。まあ、スタッフには後でメールするよ。ワドフィルムのグループ LINE で送るから。タイムスケジュール。こんな感じかな。で、メインカメラが FS7 って言ってたな。カメラ。FS7。ソニー FF7。メインカメラはこれで撮るって。
これがメインカメラになるんで、うん、S63 ISO 感の2000すごいよね。でサブカメに、サブカメのアクションで、あの俺すごいね、100万すんだ、やばやっぱ98万のやつ持ってるんだ、よし君ガチ勢じゃん、すごいよね。これがメインカメラになるらしいよ、すごいよね。こんなの操れる気がしないよ俺、うん、いやいやいや、すごい、ほら128万、これがレンズ付属モデルだから、レンズ付きだと130万だって、うん、130万。だからヨシ君がいるから300万で撮れるんだよ、うん、だから稼いだら恩返ししないとね、ギャラ払わないとねもしうまくいったらね、お金はダメですよスポンサー300万で今集まってんのが40万かな、うん、トータル40集まってるけど、まだまだ全然足りないっすねお金は。ただ一口スポンサーさんが現れて、一口10万円でスポンサーや始めたんですね。で一人正式なスポンサーさん契約いただいたんで、それは一歩前に進んでるけど、あと29口スポンサーさん募集してますね。でそれだけじゃ足りないんで、こうやって PC メーターとかつけて、なんつうの、小口でも集められるやってますねっていうのが現状ですね。スポンサーさん募集中です。映画用のカメラとか高いよ。だから本当に映画を300万で撮るっていうと、映画を撮ってる人が300万で撮れるわけねえだろっていう感覚でいた方がいいかもしれない。だいたい1500から2000万かかると思った方がいいよ。普通は2000万かかると思った方がいい。役者さんへの演技代、なんつうの、プロの役者さんとかもちろん使うんだけど、普通は2000単位だよ。だからカメラを止めるなっていうのが、なんですごいって言われてるかっていうと、300で作ったからっていうのがある、うん、動き始めないとダメ。結局スポンサー集まってるのを待ってたら間に合わないっす、スポンサーさんもうやるしかないんで、もう動いちゃってるんで、もう動き始めて大丈夫っていうよりも、そうしたらずっと待ってるだけっすよ全員。もう動かないとダメっすね。だから本来はスポンサー集めとか、その興行のこととかお金のことってプロデューサーさんがやるんですけど、そんなのいるわけないじゃないですか最初から。だから全部自分でやるしかない。もうそこはしょうがない、自分でやるって言っちゃったんで。だから舐めてたんですよね、簡単に言うとね、うん、でもね、指くわえて待ってても映画できるわけないしね。いやだからメンタルでカバーっすよ。いやもうほんと激減らってますよ。そう、どんどん動いていかないと、もがいていかないとダメで。でも結果それで作れたとしたら、ど素人が映画作れたってなったら、まあまあ面白い流れになると思うんだよねいやだからメンタルほんと崩壊してますよ、ぶっちゃけた話。今日の議題でも会議でもずっと上がったけど、本来は今必要な人間が助監督、照明、録音、メイク2人、スチール6が最低でも必要で、プロデューサー制作、プロデューサー制作とか他に必要な人がいっぱいいるんですよ。それが全部ない状態で、最初ゼロで一人で勝手に作るっていう、みんな助けてくれって言って、みんな助けてくれてるんですよ、リスナーさんたちが、その映画制作の。でもなんだかんだ今ね、5人以上いるわけだから。で演者さんに関しては出たいって言ってる人が40人以上いるわけだから、まあありがたいなと思っていて、うん、だ出たい人が多いんだけど、普通逆なんだよね。
制作の人間は学校とかで知り合いがいるから、制作の人間はいっぱいいて演者が見つからないっていうパターンが多いらしいんだけど、逆転現象だからね。あ、そうなんだ。へえ。市民発信なんだ。すごいね。まあだけどね、前に進んでやっていくしかないかんな。自分が言い出したことだからな。苦しいのは当たり前だよね。ただ舐めてたね。もっと簡単なものだと思ってたけど、こんなにハードル高いとは思わなかったよ、正直。すごい。またね、25万必要になっちゃったし、まあでもこれはかかるお金だなと思って、300万のうちの内訳の中に、そのデジタルシネマパッケージ DCP っていうのの10万円と、映倫に通すための15万円、まあ10万円から15万円予算組んでおいて、合計25万円は確実にかかる。要は公開前だけど、編集までにはかかんないんだけど、追加で25万必要になったから、ここはね、なんとかやっていかないと。で、今度、ね、シネマ、これをクリアして、作品ができたとしても、今度、会場を借りるお金とかを用意しないといけないわけでしょ。頭おかしくなるよね。で、映画来たのが3人とかだったら、もう全部借金っつうか、借金ではないけど、全部パーだかんね。やべえよな、とか思って。すっごい大変。素人がやるもんじゃないよ。フィールド・オブ・ドリームだね。フィールド・オブ・ドリーム。あ、でも、なんかね、これができるっていう、ここにトライできる環境を作ってくれたのは、今まで支えてくれてたリスナーさんのおかげだから、多分、その配信で飯が食えてなかったら、アルバイトのこと考えたりしないといけなかったし、なんていうの、恵まれてるよね。単純に、本当に。だから、自由な時間をみんなが作ってくれたから、次のステージに行けてるわけだから、これ普通にね、配信で食えてなかったら、仕事探さないととか言ってるからね、普通にね。よくよく考えたら。ね。だから、恵まれてるんだよ、俺は。映画のこと考え、映画のことで悩めてるわけだから。ね。わー、ありがとう。タムタムから映画メーターありがとうございます。ドンチキー、ありがとう。ありがとう。タムタムありがとう。サンキュー。あー、2個出た。映画メーター。ありがとね、タム。サンキュー。見えるか大事だな、やっぱ。22日？何？なんで日付？ありがとうございます。ドンチキー、ありがとう。で、ジンバル音響機材一式の
これもスタッフ清書しないとな。これもやるか、今せっかくだから。メモの部分にテキストボックスを作ると、スケジュールが、嘘、マジで言ってんの？え、マジで言ってんの？ブリーザーさんやってくれんの？え、俺の LINE 知ってる？緑丸さん。マジでやってくれんの？今電話できます？ブリーザーさん。今電話できます？マジで超嬉しいんだけど。どうしたの？え、仲間増えんのマジで嬉しいんだけど。させてって言ってくれんのありがとう。なんか電話で話そう今。いや超嬉しいよ、させてって言ってねえ。今電話で話せます？いや超嬉しいんだけど。緑丸さん今電話で話せます？ねえ、仲間増えたの嬉しいよね。イエーだよね。超嬉しいんだけど。ねえ、ボン嬉しいよね。ありがとう！いいね50個ありがとう！スーパークリックさんいつもありがとう。え、電話で話そうよ。緑丸さん。バカありがとう、ボン。サンキュー。ねえ、仲間大事よ。ロケハンと本読み稽古がこの時期か。ロケハン本読み稽古で11月から11月か1月から11月から今のところここまで決まったのか。11月から撮影開始。バカありがとう、KP ありがとう、黄色いアヒルさんありがとう。撮影開始が入って、で、ちょっと待ってね。
で、タイムスケジュールはこれで OK と。タイムスケジュール。で、次は、エーリン。エーリン。映画倫理委員会。ありがとう。おお、ブレシオさんパフェありがとう。サンキュー。映画倫理委員会が、なんだっけ。映画倫理委員会が、1分、円マークで、映画倫理委員会が、いくらだっけ ?2460円。2460円。30分でいくらだ ?30分で73,800円と。73,800円。エーリン。で、ここはカッコ。もろもろ。15万確保。もろもろ予算15万確保と。で、映画倫理委員会でしょ、エーリンでしょ。ちょっと待ってね、一個一個やってくから。トイレ行ってくるわ。はい、ただいま。ロケ班、本読み、4月前半スタッフでしょ。スタッフで Google フォームの問い合わせ。はい、ただいま。映画倫理委員会と、なんだっけ、デジタルシネマパッケージ。デジタルシネマパッケージ。DCP。 はい、ただいま。儲かってますね。儲かってるかな、どうかな。もっと儲けさせてからデジタルシネマ、パッケージ。 PC はまだ確定ではないけども、50万かかるのは確定。何を買うかは決めてないけど、もう50万はかかると思った方がいいね。Mac も50万かかったから、結局予算。だから、50万の予算の中で何を買うのかって問題だね、もう。な、モニターがついてる、その、やつかどうかっていう。やっぱね、50万かかる。さっきもそれ見積もり出したんだけど、どっちにしろかかるね、もう。デジタルシネマ化パッケージ。映画、上映用に、映画上映用に、
上映用にエンコードと、エンコード、これがいくらだっけ、これがいくらっつってやろうな、順か、エンコード、おい、こんばんは、みーすけ、お疲れ。お疲れ。今日会議だったよ。頑張ってるよ。で、エンコードするのがいくらっつったっけ？これが、TCP が10万前後か。費用が、予算、予算、10万円を確保、10万円と、これを予算10万円で確保と、30万円と、でここで合計25か、ここで合計25万と、新規予算でいいか、新規予算がここで25、約25万円と。約25万円と。頭おかしくなっちゃうね、もう。頭おかしくなっちゃうよ、おじさん。で、どうなったっけ？新規予算がこれで組んで、で、録音、音響じゃなくて録音、録音と、録音と、で、プレゼン資料の制作と、オーディション開催に関するプレゼン資料の制作、プレゼン資料の制作と、プレゼン資料、資料の制作、プレゼン資料の制作、シネマプランナーズってなんだっけ、シネマプランナーズ、シネマプランナーズ、あー、スタッフ役所募集か、シネマプランナーズ、シネマプランナーズでスタッフ募集と、シネマ、シネマプランナーズ、ランナーズプレゼン資料書で、組織図、組織図、
組織図の作成と、あ、ダメだ。頭パンクするわ、こんなもん。シネマプランナー組織図プレゼン資料で、エイリンで、で、ここに追加か。メイク2名と、メイク2名、メイクさんも用意しないといけないのか。メイク2名、スチール動画録音、スチール、メイク2名のスチール動画、誇張欄かけないと。いや、もういいよ、そういうの。もうそういうノリ疲れたんだって、配信の。メイクスチール動画で、これメイキング用として。そんなことばっかりやってるから、配信者いつまでたっても認めらんないんだよ、世間一般で。もうやだ。もうその世界から出したい。メイキング特典映像用と、メイキング特典映像用と。で、DVD 制作だったかな。DVD ポスター、あと、そっか。これ最後でいいな。13と。あ、そうだ。スポンサーさんに今日のこと報告しよう。
て。で、室内の照明を、あ、カメラか。メイン、ここに入れるか。よし君は水玉のお兄さんじゃないよ。だからそれ書いた時に言ったんだけどね、あれは別の人。水玉のお兄さんは、あの人は別の人。よし君は撮影監督。あの水玉のお兄さんあれでしょ、あのボーン好きそうな感じだよね。あのかっこいいでしょ、あの人元バンドマンだ。FS7 しよう。かっこいいでしょあの人。超頭いいんだよあの人。あ、よし君は別。服のセンスが合う。あ、まあ多分好きだろうね、ボンは。わかるよ。メインカメラ。4K 撮影の 4K カンパケっつってたよね。4K S ログ3って言ってたね。S ログ3撮影と S ログ34K かっこ S ログ3カンパケと、これで合ってるな。春到来したね。春到来したね。室内の照明が、あ、間違えた。
すぜ。863カンパケの。あ、間違えた。やめて。で、あとは何だっけ、問い合わせのフォーマット、現場見学をしたい、口数が多い場合ってこれなんだ、あー、まあいっか、この辺は。DVD 作るかどうかだよな。DVD どう思う？みんな。DVD の制作ってどう思う？ DVD。 今考えるべきことなのかな、どうなんだろう。 DVD 頭から外すか。でも DVD 大事だよな、よくよく考えると。どうなんだろう、どう思う？どう思うっていうのは、あの議題に出たんだけれども、10万円の特典が、あのちゃんとスポンサーはスポンサーさんでいいとしたとしても、その10万円ってさ、普通の人からするとでかいわけじゃん。で、小口でその1万円以下前後とか以下とかで支援したい人もいるから、その辺どうすればいいんだろうねみたいなことを話してたんだよね、ずっと。で、やっぱりその300万の資金募っていくにはこういうこともやんないといけないし、達成するには。で、 DVD とかの売り上げとかも資金になるから、その辺どうなんだろうねなんて話してたんだよね。買いたい、嬉しいね。DVD 作るべきなのかな。だからその映画ができてその後にっていう風にやるのかどうなのか、要は後、最初に投資をしておいて後で回収するっていう考え方なのかね。いや、そうなんだよ。だけどその今間に合ってないわけよ、制作が。もう要は4月の頭から動くっていうことでもう今日決まったから。で、そこに関してお金がバンバン飛んでくわけよ、簡単に言ったら。動き始めていっちゃうから。で、ある程度その必要なものとかいろいろ見えてはきたんだけど、そこだよな。で、逆に演者さんにはさ、その DVD を安く下ろしてあげて、
で、それで自分が出演した映画です、DVD 欲しい人買ってねって言って、その売ったらそのままお金が入るっていう仕組みにしたら、そしたらギャラ払えるのかなっていう部分で考えてるんだよね。その例えば、まあじゃあ、ワン太郎くんが出ました。で、ワン太郎くんの予約で DVD10 枚売れました。で、そしたら、まあ、なんだろう、3万円のギャラ払えるとかさ。そしたら、なんか、その、つながっていくじゃん。まあ、それが3万円なのか2万円なのかわかんないけど、まだ。それもね、今ね、今日の議題で出た。要は、映画の録画班とは別に、全く俺らの会議とかメイキングとかをひたすら撮り続ける、写真と動画を撮れる人がいたら最高だよねっていう。で、その動画とその写真っていうのは、その人に編集を任せるの。だからもう本当に素人でいいっていう。で、その人が、なんていうのかな。撮った映像は映像特典として入れる。10分とか20分に編集されたやつを、なんかジャッキー・チェンの映画の、エンドロールで流れる時の、NG 集とかにしてもいいし、真剣に俺らが会議してるのをドキュメンタリー風にしてもいいし、もう、なんつうの、映像特典監督みたいなのを作ったら面白いんじゃないのっていう。そしたら、ほら、カメラやってたり動画編集できる人って配信者で多いから、ハードルは下がるじゃん。映画本編じゃなくて DVD の特典でつくおまけ映像を、に携われるみたいな。それは面白いアイディアだなと思って、それも募集かけるね。写真専属の人と動画専属、もしくは兼任でやりたいっていう人がいたらそれでやってもいいし、みたいな。で、DVD の中に入れたらボリュームが上がるじゃん。作品自体は30分なんだけど、いろいろ特典はつけていこうかなと思って。そのメイキング集とか、なんだろう、あと、まあ俺のインタビューだよね。あ、どうもこんにちは、世界の和道ですって言って、 そういうふざけた DVD にしようかなとは思ってるけどね。 せっかくだから遊べる部分は遊んでいかないと。Google といえサントラか、サントラ。で、今日、その、プロの台本見せてもらったんだけど、えぐかった。えぐかった。あれを作らないとなーっていう。大体まとめ終わったわ、大丈夫だわ。まとめ終わった。これ、ロックかけることってできるのかな？え、コメントラグってる？だいぶ。またずれてる？え、結構遅い？またラグってる？何なんだろうね。多分なんだけど、さっきもスーパークリークさんが書いてたけど、イベントの最中だから、イベントが始まるとね、なんか他が全部影響が出るんだよね。多分それが原因だと思うわ。多分それが影響してる。もしラグってたら、まあまあ、でも話題振ってくれたら喋り続けるから、普通にやろう。もう枠取り直してもしょうがないし。
62秒？嘘でしょ？そんなにラグってんの？ 1 分もラグってんの？なんでこんなラグってんの？ 1 分なんてもう火星とかでしょ？火星と通信のレベルじゃん。さすがにそれもう放送のレベルじゃないの。本当だ。なんでこんなラグってんの今日。ひどいね、ちょっとね。放送できる環境ではなさそうだよね。やば。いや、火星のレベルでしょ。45分。あ、本当だ。1分ぐらいあるじゃん。だってもう、俺がボケたり、俺が喋った後に、1分後にわらわらって来てるんだよ。もう感覚を信じるしかないよね。みんなは1分後にコメントを書いてくれてるはずだっていう、その、あいつは絶対この位置にパスを出してくれるはずだみたいな。振り返る必要なんてないみたいな。よくわかんないけど。なんだろうね、今日ひどいね。なんたまにあるよね。まあイベントだろうけど。これはちょっと、ツイキャスの方はどうなんだろう。ツイキャスの方ラグい？どう？ツイキャスの方がラグかったら俺のパソコンの問題なんだよな。パソコンとネット関係、俺の方の問題なんだけど。なんかバグってるような感じあったかな。特になんかフレームドロップしたりしてないから、多分サーバーの問題だと思うんだけど。どう？ツイキャスの人。まあいいか、しょうがない。パス。あ、そっか、サッカーのパスの話ね。もうダメだ。やりとり、ただでさえやりとりできないのに。ひどい、ドイヒーだよ、本当に。ドイヒー。脚本ね。脚本どうすっかだよな、本当。脚本。製本はまあしなくていいやっていう風になったから、まあいけるとして、なんかお金をかけるべき部分とお金をかけなくていい部分っていうのが見えてきたのがだいぶでかいかな、自分の中で。だんだん分かってきたんだよね。多分サバだよねこれ。わあ、風船10個ありがとう。たくみさんお疲れ。今日久々会えてよかったよ。たくみさんキャワワーだったよ。よかった。なんかたくみさん来てくれたかんね。最近全然会えてなかったから。お疲れ。どうすっかだよな、本当に。我々は1分後に和道さんが発言することを予測してコメントを打たなければいけないわけですね。そうだね。もう阿吽の呼吸だよね。もうだから、わらわらって多めに書いときゃいいんだよ。おなんでこいつこのタイミングでわらわらって書いた。あ、そっか、1分後に俺がボケてると思ってるんだっていう。そしたらもう噛み合ってくるよね、うん、もう適当にわらって W って押しまくっておけば、もう新規さんが見た時にこの配信者めちゃめちゃ笑い取ってるなみたいな。なんでリスナーこんな笑ってんだろうって。全然噛み合ってないよっていう。笑担当が必要だ。笑担当がもう WWW って。
しかしひどいな、1分ラグは。さっきもそれくらいあった。さっき20秒ラグだったんだよね。まあでも配信サイトでこんだけラグが出てるっていうのはちょっとありえないけどね。ダメだけどね本来は。なんでこんなラグってるんだろうな。なんか変なソフト立ち上げてないよな。いや余計だわ。全然今ソフトの話してんだよ。全然ソフト立ち上げてないよなで笑ってね全然違う話でしょ。全然笑うところじゃないでしょ。めっちゃ笑われてちょそれ全然意味わかんないよね、全然関係ない話してるからね。マジかっつってねおまとかね、もう基本的にもう笑ってりゃあ受けてんだってなるから。あ、免許についてか。免許持ってるのは、あ、そっか、組織図も作んねえといけねえのか。っていうかさ、さっきのスタッフやりたいって言ってくれた緑丸さんどこ行ったの緑丸さんスタッフやってくれるんじゃなかったの？すっかり忘れてたけど、なんなの緑丸さんどこ行ったの？やらないのかな結局。なんの、今何時だ。あ、まだ8時か。サーバーだよね。配信サーバーの問題だよねこれね。まあ後で調整かけるけど。消えた？ねえ、緑丸さん、なんで、なんだったんだろうね。ねえ、やってくれたら嬉しいんだけどね。いや、それこそ、もう議題にもあったけど、スタッフってそんなハードルの高いもんじゃなくて、なんで人手がいるかって言ったら、車を駐車場に止めて、車がベースって言って、その作戦会議室とかメイクをする空間とかに変わったりしたり、撮影行ってる間に機材を見張りとかを2人立てないといけないとか、もう本当に人手が必要なのよ。あのみんなが想像してる感じじゃなくて、でまあ撮影監督のよし君言ってたけど、暇な人が溢れてるぐらいがちょうどいいって言われてんの。要はボケーっと突っ立っててサボってるやつが 2,3 人いるぐらいがちょうどいい環境って言われてんのよ。でパッツパツになると現場って絶対事故を起こすっていう、その取れてなかったりとかスケジュール狂ったりとか絶対出てくるから、だからもう暇でふざけて、おいお前らふざけてんじゃねえよっていう人がいるぐらいがちょうどいいのひどいでしょ。だから本当に何にもわからないけど手伝いたいっていう人って結構重要なのよ。例えばカチンコカチンってやるだけの人も必要なんだよ。だから書き方わかんないし、何のシーン撮ってるかわかんないけど、カメラの前でこうやってはいってやってくれる人が必要なのよ本当に。だから超助かるんだけどね、人が増えるだけで。もうほんとタオルとペットボトル渡してくれる人とかも必要なぐらいなの、アシスタントで。もうペットボトルを常に袋でね、どっかに置いておいて、演者さんが終わったらもうバーって配る人とか。で、Google フォームか。Google のフォームについてやるか。Google のフォーム。
係かな。一服タイム？何の話？一服タイム？スタッフ、うん、あの会話できる時間差じゃねえな。今日はひどい。俺がエキストラで撮影に参加した時は一服タイムなんてなかったな。なんか現場の空気作りとしてはダラダラしてる現場にしたいなと思ってんの。結構張り詰めてる感じだから和気あいあいとで、撮影が回るまでは和気あいあいと力抜いて、で本番のカメラ回ってる瞬間だけ気合い入れるみたいな現場にはしたいなとは思ってるけどね。なんかこうそれこそ配信回す人もいるだろうし、ロケ地で結構自由めに、そのスケジュールでちゃんと仕事してね、あのくれる時だけはやってくれるっていう、そういう感じでやってもらいたいかな、嘘でしょ。ファンタスティック大花火特命さんありがとうございます。マジか、ファンタスティック大花火ですか、ありがとうございます。これは映画メーターにした方がいいのか、どっちにすればいいでしょうか。生活費メーターと映画メーターができて選べるようになったんですけど、ありがとうございます。ファンタスティック大花火、なんじゃこりゃ、ありがとうございます。すいません、今確認します。ありがとうございます、いつもありがとうございます、ありがとうございます。これはどちらにした方がいいか、こじってるよ、こじってるよ、うん、悪いっすか、こじってますよ、全力でこじってますよ。もしよかったら、あの184数字つけると匿名コメント書けるんで、生活費メーターか、あの映画メーターか、184で書いてくれたら大丈夫。あ、184ダメ、大丈夫か、184で書いてもらえると嬉しいです。すごいね、大花火ファンタスティックなんか久々見たよ。ありがとうございます、本当ご支援。映画編集用と生活費メーター、どちらかあの指定していただければ、ありがとうございます。映画も写真も素人だよ俺。プロだと思ったの、素人だよ、全然全然素人だよ俺、全然素人、超遠白ですよ、遠白。うん、数字のね、184をつけると匿名コメント書けます。新宿だぜ、新宿で20万、別に贅沢じゃなくない？
通でしょ、東京。地方だったらあれだけど、一人暮らしやってんだぜ、俺。全然、あれ？っていうか、え？コメント欄出てなくない？今。なにこれ。あー、ありがとうございます！匿名さんから花火いただきました。ありがとうございます！自由にということで、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、せっかくなんで、今いただいた500円は生活メーターにしよう。今いただいた500円は生活費メーターにして、ゼロで4000円でしょ？ 4000 円で、で、映画メーター回させていただきます。映画編集用メーターをこうしよう。こうしよう。せっかくだから。ありがとうございます。嬉しいなぁ。お好きなように。使いくださいって、ありがとうございます。映画の方の最近ね、生活費の方あれなんで、よいしょ、ありがとうございます。素人だっていいじゃんね。ゆうちゃんいらっしゃいね。メリンコ久しぶり、いらっしゃい。でこれで資料ができたとね、ありがたいね。うん、で、7月の頭にオーディションか。いよいよ始まるな。誰か出てほしい配信者とかいる？みんなが推しで、ぜひ出てほしいって。俺ね、ちょっとね、口説きたい人何人かいるんだよね、個人的に。個人的に出てほしい人はいるの。でもう絶対出てほしいなっていうのがね、便所さんなんだよね。便所さん、あの人ね、結構ね、タトゥーもいい感じだし、便所さんに悪役、ゴリゴリの悪役やってもらいたいと思ってんだけど、どう思う？絶対ハマると思わない？便所さん出てくれっかな。なんかゴリゴリの悪役で出てほしいんだよね。ピエール滝のポジションでピエール滝のポジションで、やっぱり出てほしい。便所さんにやっぱ捨て頃でね、ワンツースリー出させてもらったしね、なんかこう出てもらいたいななんて個人的には思ってるけど、あとドレさんも出てくれるって言ってたから、ちゃんとオファーかけようと思って。で、中マスター、新宿の中マスターがね、お店の営業時間外にバーのシーン撮影してもいいよって言ってくれてるから、そこも中マスターのお店、もう脚本に入れさせてもらおうと思ってて。ハートありがとう、メリンコ。悪役でね、便所さんやったら超ハマると思うんだよね。いいよね。絶対かっこいいと思う。射程で出る？エキストラで。結構面白くなりそうだよな。うん。だからバーのシーンで、中マスターのお店で、バーでギャング役で、なんか悪い役で便所さん出て、そこのボスで、でバーの店主にドレさんドレさんはなんか食堂とかバーの店主役やりたいって言ってたから、バーのマスタードレさんで行こうよ。いや、昔お世話になったって、ほらスパーリングやってくれた中マスターってお店あるじゃん、中マスターに聞いたら、あ、全然協力するよって言ってくれたから、バーの撮影のシーンが可能になったんだよね。で、そこで、打ち上げとかもそこでやろうよ。中マスターのお店に、ね、還元しようよ。打ち上げ。で、まあ、そこでなんかできたらいいなとか思ってて。ドレさんはバーの店主役。
カズ軍曹も出てくれるって言ってるからね。カズ軍曹はね、主人公のライバル役っていうか、悪役ヒールやってもらおうかなとか思ってるんだよね。ワン太郎って年齢いくつだったっけ？あとね、サプリくんを口説きたいんだよね。サプリくんを。サプリくん出てくんねえかな。楽しみになってきたね。踏ん張りどころだよ。ドレさん、バーの店主はいいと思うんだよね。バー経営してたし。で、そのバーで飲んでるお客さん役で結構配役ね、エキストラ出演できるから、ここで結構面白くなるかな。ガヤのシーンも作れるし。で、多分ドレさん、一セリフ、二セリフ。なんか、その、喧嘩、抗争始まったら、おい、外でやれよ、みたいなセリフでいいんじゃん。営業中だよ、外でやれよ、みたいな、ちょっと、ドヤ顔のセリフつけてあげて。それ多分似合うと思うんだよね。外でやんな、みたいな。歩き方も柄悪いの。あ、爆走は入れない。爆走はない。爆走はない。絶対使わない。で、一応ね、10万円のスポンサーは本人がエキストラ出演もできるし、他社推薦、自分の推しの配信者を推薦で入れるっていうことも可能になってるから。エキストラ出演だから、出演者を一人選ぶ権利っていうのも組み込まれてるから、それはね、面白いかなと。ドレさんのね、そのシーン絶対似合うと思うんだよ。薄暗い店で、そのガチャガチャ始まったら「おい！」って、外でやれよ、営業中だよって。それは俺の中の頭のあるドレさんっぽいシーン。ありかなっていう。グラス拭いてて。バーのマスターにしては腕が太すぎるっていう。でも似合うと思うんだよね、多分。なんか絵になるとは思うんだよね。そのサスペンスの方で使うと思う、そのシーンは。ドルさんが出てくれるって言ったらだけどね。でも前言った時に、なんか深夜食堂がテーマだから、なんか店の亭主役だったら出てえなって言ってくれたから、まあ多分友情出演で出てくれるとは思うけどね。意識しなければ普通に歩けるけど、何で意識しないと肩幅、肩振って歩いてるって言われる。そうそう、グラス拭きながらこう、おい、外でやれよって。低めのトーンで。営業中だよ。 渋いシーンで、便所さんがこうやって座ってるっつって、こうやって、コカインこうやって、ってこうやって、 コカインこうやって吸って、吸ってるシーン入れて。 悪い役をやってもらおうよ。いや、別に予想する分には好きに予想して構いませんよ。っていうか、なんだろうね。米ビュー切れてるよね。米ビュー切れてる。みんなテストって書いて。なんか米ビューも切れちゃったんだよね。みんなテストって書いて。何なんだろう。あ、来た。ラジオ局の裏方の面接行ったら、なぜか俳優オーディションに出されられた。へえ。何なんだろうね。
なんでなんだろう。まあまあ予想は好きにしてください。もう何をするのも自由ですよ。どう考えるのも自由ですよ。僕は作るだけなんで、はい、どうぞお好きに想像してください。テッサありがとう。じゃあ皆さん、そろそろまた明日にしましょう。今日は一生懸命いろいろ動いたんで、お疲れ様です。ありがとうございました。